せーの、ムニッとモチッとユミマロです。おはようございます。今日はスタバの新作日の次の日です。イエーイ。ちょっとごめんね、声がガッサガサだね。はい、ということでね、昨日から発売されました。またもや予告なし。まさか新作が出るとは思ってなかったから、ちょっと昨日の予定があって撮れなかったので今日やっていきたいと思います。そして新作がこちらです。じゃじゃーん。これがね、コールドブリューコーヒーフローズンレモネードです。どうやらレモネードのなんか フローズンみたいなやつと、私が大好きなね、コールドブリューのコーヒーをミックスさせてますみたいなやつが出ました。ちょっともう早くね、とりあえず飲むわ。もうね、本当に今日も暑くてね、もう溶け溶けになっちゃって、もう溶けてただのコーヒーになっちゃってる多分。もうもはや、うわすげえ、すごい氷で今、うん、みんな多分これ気になってると思うけど、ちょっと待って、まずこちらです。はい、飲んできます。ただちょっとまず一つ言わせて、私去年の夏にあのコールドブリューのライムみたいなやつが出たのよ。そのコールドブリューっていうコーヒーとプラスライム、ライムのあれは何だったんだろう、なんかライムソーダだっけ、なんかね、なんか炭酸とライムみたいなのがガッチャンコしたやつがあったんだけど、私それね、ちょっとまあ正直ちょっと苦手で、あのね、一口飲んでちょっともうなんかすごい顔になっちゃったの。そうだからね、もしかしたらこれもうレモンじゃん、似てるじゃんライムと、だから一口飲んでもしかしたらすごい顔になるかもしれないから、すごい顔になったらカットするから、それは察してください。いただきます。美味しいな。ん、あ、でもなんかこれは多分好き嫌い分かれるかもしれない。一口目飲んだらめっちゃレモネードの味なの。なんかちょっと今日さ、前髪がさ、あのちょっと汗でなんかベタついてんだけど、気にしない。一口目飲んだらめっちゃレモネードなの。だけど後々コーヒーの感じがふわーってきて、ちょっと頭がだいぶこんがらがる感じ。めっちゃレモネードだけど今コーヒーが来たって感じの味。すごい分かりにくいけど、でもうん、美味しい。うん、でも去年のよりはめっちゃ、あ、ちょ、これもまたそれも言ったら失礼だけどさ、去年のよりもすごく飲みやすいです。去年、うん、飲みやすい。ちょっと公式のホームページ見るわ。あ、ちなみにこれはショートサイズからベンティーまでね、4種類全てサイズあります。甘酸っぱいフローズンレモネードは濃厚な味わいのレモンジュースと氷をブレンドさせることで、レモンの爽やかな香りと程よい酸味を際立たせました。コールドブリューコーヒーとフローズンレモネードが溶け合い変化していく風味をお楽しみください。ってことは多分買ってすぐだったらまた多分味違うんだろうね。で、私は買って、これないつ買ったっけ、11時7分。え、もうそんな時間だったの。もうね、30分経って、なんか30分ね経ってて、もうちょっと味が多分変わってるんだけど、みんな飲みたてで飲んだらねまた違うと思いますけども、私はその最初レモネードが来てからのコーヒーがバーンってくる感じです。ちなみにコールドブリューっていうのはなんか水出しコーヒーみたいな感じなんだけど、そのコールドブリューがね、もう私超大好きで、いつもねスタバの夏はもうコールドブリューって決まってるんですけど、決まってんのよ。だけどコールドブリュー好きなんだけど、なんかコーヒーを飲みたいなって時はこれだと、なんかまたね別の商品って感じ。なんかレモネード、これまた伝えづらいな。味がね、なんて言ったらいいのか分かんないんだけど、なんかコーヒーっていうか、もう新たなドリンクだねこれは。もうしかもね、味に例えるものがない。こういう味だよみたいな、ないんだよね。伝えるのがすっごい難しいんだけど、あのとりあえずなんかさっぱりしてるレモネードのコーヒーみたいな
そのまま。紙ストローさ、これすごいリップするね。ごめんなさいね、見苦しくて本当に。そしてこちら、これもなんとさっきと同じコールドブリューコーヒーフローズンレモネードなんです。なんです。私ね、これをね、正直ね、今回レビューするか悩んだので、あの結構ね、私の動画ね、そのスタバのパートナーさん、まあ、働いてる方が結構見てくれて、そインスタでも結構 DM をねいただくんだけど、発売したら発売しましたってね、すごいいつもね教えてくれて本当にありがとうね。もう本当にありがとうございます。教えてくれた時に、このコールドブリューコーヒーとレモネードって、私多分去年の感じだから多分飲めないわみたいな感じで思ってて、インスタにもなんかうんみたいな感じで書いたんだけど、そしたらね、そのスタバのパートナーさんが、このコールドブリューこれのなんとコーヒー抜きができますよと、まあ、要はレモネードだけになりますよということを教えてくれて、コーヒー少なめと抜きができるらしい。コーヒーはちょっとって方はね、これ試してみるといいと思います。ちなみに私はコールドブリューコーヒーフローズンレモネードのコーヒー抜きでシトラス果肉をトッピングしました。これはね、まさにスタバのパートナーさんが DM で教えてくださったやつです。なんか美味しいらしいのでね、これもすごい楽しみ。これは私は下にね入れました。いただきます。うんま、え、美味しい。うま、うますぎる。めっちゃ美味しい。めっちゃレモネードだ。しかも多分これシトラス果肉入れてるから、もっとなんかこうフルーティーな感じがして、めっちゃ美味しい。このシトラス果肉入れなかったらどんな感じになるんだろう。ちょっと上だけ飲んでみます。うん、でもこれシトラス果肉入れなくても全然美味しい。ちゃんと甘いし、このフローズン自体も。ゆずシトラスティー好きな人絶対好きだよこれ。だってもう超さっぱりのレモネードドリンク、もう夏だ、めっちゃ真夏。これ持って海行きたいみたいな感じ。これ持って、これ、あ、そうそうそう。でもこれ飲み終わってからこれ飲んだらめっちゃコーヒーだ。なんかこれ味変わった？今このなんか15分、もう15分撮ってる、10分ぐらいで。なんかコーヒーさが増したんだけど、でもなんかこれも美味しいな。ちょっとこれ癖になる感じ。なんかあと今日はね、じゃじゃん、フードも準備しました。今日ね買ったのは夏野菜デニッシュといちごソースドーナツです。このいちごソースドーナツはね、前多分動画で紹介したんですけど、この夏野菜デニッシュは確かね売り切れてて、新作の発売日に買えなかったので、今日売ってたからね、今日食べたいと思います。まあただ単に食べたかった2つなんですけど。いただきます。美味しそう。これなんかすごいね、美味しいですよってね教えてくれた。ナス、ズッキーニ、パプリカかなが乗ってます。いただきます。おいしい。うまっ。ナスがめっちゃ美味しいんですけど、ナスがすごいなんかプリプリな感じ。この ベース上に乗ってるのはトマトソースが乗ってるから、すごいねさっぱり。あと私はさ、あのこれレンジでチンしちゃったんだけど、多分オーブントースターでやるともっとねカリカリみたいな感じになると思うので、パリパリカリカリみたいな、絶対美味しいと思う。続いて、じゃーん、ドーナツ。もうスタバのねドーナツめっちゃ美味しいので、食べたことない方ぜひ食べてください。みんなに見せよう。この中にイチゴのソースが入ってるんです、ジャムみたいな。最強。スタバのドーナツはさ、本当になんか
記事がこれね、ずっとね私のね動画見てくれてる方ね、もう何回聞いたんだって思うと思うんだけど、ちょっと言わせて言いたいからスタバのドーナツは記事がもうすっごい詰まっててむっちりしてもっちりしてめっちゃ美味しいんですよ。ぜひ食べてください。ドーナツといえば明日からねミスドの新作の大福だっけ、なんかそんなようなやつがね出るんだって。うまっ。あとねこのドーナツのまだドーナツの話する。このドーナツのいいところはこのいちごソースドーナツの中のこのいちごのソースがちょっと酸っぱめだから、上にこのいちごのチョコがね乗ってるんですけど、これが甘いんだけど中のソースでさ甘酸っぱいからさっぱりと食べられる感じがとてもいいです。うん。はい、ごちそうさまでした。今日はねスタバの新作のドリンクとそれのカスタムバージョンをしてみました。まあ、この、 普通にカスタムなしのコールドブリューコーヒーレモネードだと好き嫌い分かれると思う。なんかねなんか癖になるんだよねなんか分かんないんだけど、一口飲んでんって思うんだけど、えどういうことって思いながら飲んでたらあっという間に会員してたみたいな、そんな感じ。そういう新商品系が気になる方はぜひ飲んでみてください。で、コーヒーちょっと苦手だなって方はね、ぜひコーヒー抜きのこちらのねカスタムやってみてください。シトラス果肉を入れた方が甘くなって、なおかつもっとなんかシトラス感みたいな、めっちゃ柑橘系みたいな感じになるので、まあ柚子の味がね大丈夫な方はぜひシトラス果肉プラス50円でできますので、50円だよね、プラス100円でした、プラス100円でねシトラス果肉追加できますのでね、ぜひこちらも試してみてください。普通にコーヒー抜くだけでも全然このレモネードだけでも美味しいです。皆さんもねスタバに行く機会がありましたらぜひ飲んでみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではウニッともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。